はい、どうも、川島社、芹沢俊平と申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は、不思議の国のアリスさん、ポリゴン2、カプテティフ、ラウンドボス、ギャラドス、テッカグヤ、ミミッキですね。ポリゴン2とカプテティフが被ってますね。じゃあカプテティフとポリゴン2出していくか。不思議の国のアリスさん、対戦よろしくお願いします。ここはもう放電でメガネかスカーフかはたまた Z か。
信を耐えることを祈るしかない。オッケー、耐久ぶり生きたな。フォースでもうここは素直に早く倒してもらうしかない。いやこれ熱いな。マイクがなんか変なんだよな。これは厳しい戦い。相手の方が素早さが高い。これ確実にCS ぶりでしょう。じゃあキノバストで格子で眠らして種マシンガンでフィニッシュします。キノコ格子オッケー。ファッサーHP の確定手札だったら大丈夫。はい、対戦ありがとうございました。おお、詰めていったぞ。いやー、カプレヒレに飽きてきたから久しぶりにカプテテフ使ったら勝てねえ勝てねえ